日か、早いな。兄さん、今回は珍しく早いわね。今回は大会前、隊長全員が集まるから気合が入っているのかしら。まあな、それに今回は俺は久しぶりの隊長会議の出席だ。何もなくとも気を落ち着かせておきたいんだ。そういえばこうか、最近うちの月下とろかが世話になったみたいだな。あの二人は1年前に比べて見違えるほど強くなっていたわ。特に月下ちゃん、去年の大会で分かったけど、もし今年当たったらさすがに危ういかもね。ほう、ほうかにそう言わせるのは大したもんだ。成長しているようでよかった。兄さんは自分の娘と会ってないの。1月頃に次女とたまたまスウェーデンで出会った。スウェーデン、それって確か第6部隊の本拠地がある国よね。二人ともこんにちは、お二人ともお早いですね。アラン、わざわざスウェーデンからよく来たわね。アラン、あの時は迷惑をかけたな。いえ、あれから俺の方でも警備の見直すきっかけができたのでよかったです。何かあったの？いろいろあったんだよ。それでは俺は先に部屋に入ってます。あ、指揮隊長、天野隊長、今回は勝たせてもらいますよ。いつでも受けて立つわ。ああ、望むところだ。若さっていいわねー。私も純血の天野一族なら不老不死だったのにな。養子だったな、でも霊下もそれはそれで苦労している。ごきげんよう、お久しぶりですねお二人とも。バハート、わざわざ日本支部まで遠かったでしょ。いえ、今回は報告会もありますけど、大会前ということもありますから。若手は大変だと思うが頑張るといい。そうそう、地球防衛軍最年少で隊長にまで昇格した天才なんだから無茶はしないでよね。褒めても何も出ませんよ。バハート、第1回の WCCC で私を倒してベスト4に入ったことで実力と勇退からの功績が認められて13という若さで隊長に昇格した天才。私との戦闘相性がとことん悪い相手ね。あ、もう2人とアラン君は会議室内にいるみたいですけど、入らないんですか？発砲とファルドラはもう来ていたのか、わかった、入ろう。ということで今期も前回に引き続き、活動を続けてくれ。今月は WCBT だ。この大会では地球防衛軍の実力を世間に貢献する最大の舞台だ。隊長、副隊長はもちろんだが、地球防衛軍の名を持つ以上、ふぬけた試合をしないことだ。隊長として、一般人に負けるなど許されない。それだけは心に持っておいてくれ。では、解散を。少し残れ。なんだ白鵬、話すことがあるなら会議中に話せ。何？今回会議は結果報告を話す場だろう。俺は話すのはそれ以外のことだ。それ以外のことですか？お前にも関係がある話だアラン。最近耳に入ったんだが、東野側の人間が監獄島を襲撃したらしいな。どういうことだ、説明しろ。それは東野さんと俺の間でちゃんと解決している、問題はありません。そんなこと関係ねえんだよ。世界でも危ない囚人を管理している監獄島を遊び場で使われちゃ信用問題に関わるって言ってんだ。第二隊長である指揮隊長が言った訓練ならいいじゃない。そのおかげで改善点も見つかって以前よりも厳重な警備になったらしいし。結果論だろうが、通す筋を通せていない時点でどうなんだ。だけど確かに国家設備でやる必要なかったのでは。それこそ、代わりとなる設備で模擬でやればリスクは減らせたはず。お言葉だがうちの設備は代替できない代物でね、より実践にできたからこそいい結果を出せた。囚人はしっかりと別の場所に移動して絶対な安全のもと行っていたと聞きますし、安全上考慮されているのであればいいのでは。で、それがなんでその出来事が事前、もしくは即俺の耳に入ってこなかったんだ。俺は防衛軍管理部隊、改善点がないか確かめた。そこにお前の許可は必要ないはずだが。防衛軍の運営管理の最高責任者は俺だ。あまりこちらのことで出しゃばってくるな発砲。ああ、確かに防衛軍内の管理はお前の方が上だ。だが俺は国家政府管理部隊、国の援助をもらっている設備である以上こっちにも関わりが出てくるって話だろうが。とりあえず次からは俺にも話を通せ、じゃねえと次はねえからな。お前らも同じだ、身内事だと思ってもそこには必ず国が関わってくる、そこを重々把握しておけ。以上、話はもうないな。ならこれで今期の隊長会議を終了する。解散してくれ。お前、もう少し口を慎めないのか、白鵬。黙れ、お前も余計なことをして防衛軍の信頼を落とすことをするな。ただでさえ世界テロを許してから俺たちの信頼もだだ下がりだ。お前も十分理解しているだろう。それは十分理解している。だが俺たちももう40代で年頃の娘を持つ親だ。いつまでも言葉遣いが荒いのもどうかと思うぞ。もう ?18 か。どうした、白鵬。なんでもない、俺は帰る。お前も今後は気をつけろ。今度こそは負けないぞ。ふん、俺がお前に負けるわけないだろう。まったく、変わらない同期がいるのも疲れるな。俺が地球防衛軍に入った時は100人の同期がいて。
8人は脱退、米下もそこに含まれる、10人は今も在籍中、そして、隊長の俺と発行、他80人は全員死んだ。この年で同期がいるのは逆に珍しい、いつ死ぬかわからない世界だからな。大会まで残り10日。パトたちはしっかりやっているのだろうか。ソフィア、ちゃんと準備しておきなよ。パトはもう準備できてるんだね、珍しい。ああ、なんか緊張してね。それよりソフィアは今からメリアの特訓だろ。早く行かなくていいの。怒られるけど、多分私がいなくてもきっと大丈夫だよ。まあ、ソフィアに関しては俺たちと同じ修行をしても仕方ないところはあるし、大丈夫かな。ねえ、確か約束の時間って11時だったよね。まだ9時半だよ。だってもしかしたら電車が混んだり、何かあるかもしれないじゃないか。それでも問題ないでしょ、パト飛べるんだし。いや、さすがに空を飛んだら騒ぎになるだろ。ちゃんと公共設備を使っていくよ。ふーん。あれ、なんかソフィア機嫌悪い。いや、パトだけ楽しそうなところに行けるなんて羨ましいなって。まあまあ、大会が終わったら時間に余裕ができるし、その時は遊園地にでも行こうよ。本当、約束だからね。でもそれまでは地獄だな、嫌だな。あはは、頑張ってねソフィア。パトも楽しんできてね。ああ、行ってきます。さすがにメガネはダメですかね。これがいいですね。時間はまだ9時半。結構早く決まっちゃいましたけど、どうしましょう。せっかく私の家の近くの公園を選んでくれたんですし、私が先に待ってないと失礼ですよね。別にいても立ってもいられないわけではないです。これは相手に失礼がないように。ああ、生まれて初めての男性の方とのお出かけ。しかも二人っきり。うわぁ。大丈夫かな？迷惑かけないかな？つまらないとか思われないかな？楽しんでくれるかな？でもあの人にはたくさんの女の子がいたし。女の子には慣れてるのかな？不安です。よし、行こう。部屋の中で待ってたら気分が落ち着かないです。早く到着してしまいましたが、逆にダメだったでしょうかね。あと1時間、長いです。この1時間でできる限り話す内容を決めて。でも男性との話題ってどうすればいいのでしょう。困りましたね。1時間でとりあえず考えれるだけ話題を考えて。ごめん、待った。まさか10時に来てるとは思わなかったから。私も今来たところで。そっか、それなら本来の時間までここで話す。なら時間通りだよ。そうですね。ではあのベンチはどうでしょう。そうだね。ならあそこに座ろう。知りたいです。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいってね。